皆さんこんにちは、ザッピーです。今日も昨日に引き続きまして、ビートルズのゲットバックの映画につきまして、パート2が出ましたので、それの感想です。パート2は8日目から16日目までのセッションを収めてますね。で、まあ僕個人の感想なんですけれども、昨日と同じで、内容を少しは語りますので、まだこの映画をご覧になってない方は、僕のこの動画はご覧にならない方がいいと思います。ぜひ映画を見た後にですね、お戻りいただいてご覧いただけると嬉しいなと思います。もしですね、感想を共有するということであればですね、ご自分の判断でいつでも構いませんけれども、一応そのようなご提案をさせていただきたいというふうに思います。はい。でですね、このパート2の 大枠の感想をまず申し上げたいんですけれども、パート1ほどその衝撃的なね、感覚というのは僕にはなかったですね。衝撃的な感覚はないんですけれども、ただこの4人の人間関係がより深くクローズアップされてきて、ビートルズという、ね、グループがどういう人間によって出来上がっていたのかっていうのがより分かってきたっていうのは、やっぱり感動的ですね。というか、まあ、喜ばしいのかどうか微妙な言い方ですが、というのはね、彼ら仲がいい時期じゃなかったので、でもそれが分かってきたっていうのは事実ですね。というのは、いつでもね、ビートルズっていうのを僕なんかが想像するときは、あくまでも神様のような存在で、レコードを通してとかインタビューを通してしか僕は知らないんですよね。彼らがこうやって自分たちだけが集まって、まあもちろん撮影のスタッフはいますけれども、でも自分たちの素顔の中でレコーディングセッションをして、で会話をして、トラブルもあり喜びもあるっていうのを見ていくのは、まあこうベールが脱いでいくっていうんでしょうかね、こう皮が剥がれていくっていうんでしょうか、今まであのね、こう覆われていたものが、で4人の個性が本当に見えてくるということは、驚きでもありますね。そういう見方をしてしまうパート2です。まあ具体的に言うとですね、例えばまあパート1でも言いましたけれども、やっぱりポール・マッカートニーが圧倒的に完成度が高い音楽を求めてるんですよね。でしかし、まあ、ジョン・レノンなどはほとんどあのポール・マッカートニーの真剣さについていけなくなっちゃうんですよね。まあ途中で年がら年中笑ってみたり、歌詞をおちょくった歌詞を歌ってみたり、それからまあメロディーもちょっとね変えて歌ってみたり、あのギャグ風に歌ってみたりで、寝っ転がって演奏したり、それからまあ小野洋子が年がら年中で隣にいる状態で歌ってたりね。まあ本当にね、こう緊張が持続しないんですよ、ジョン・レノン特にね。まあただジョン・レノンがね、あのソロアルバムを作る時なんかはずっと緊張してやってるわけなので、まあいかにこのポールとやる時、ビートルズに来た時っていうのはもう気が乗ってなかったのかっていうのはよく分かったりしますよね。まあそんな中なので、まあポールとジョンの関係っていうのも特に見えてくる部分もありましてね。まあこのパート2の中ではジョンとポールが会話をしているところに隠しカメラを入れて、録音されてるなんていうものもあったんですけれども、まあ自分たちが、まあ、バンドのボスであったとかね、ずっとジョンが先のボスで、ポール・マッカートニーが次のボスだったと。で、ジョージ・ハリスンに指図ばっかりしてたとかね、そういうことを露骨に語ってるんですよね。なので、そういう関係も自分たちの言葉でどんどん出てくるっていうのはもう衝撃といえば衝撃ですよね。で、まあジョンとポールの関係が見えてくれば、当然そこにジョージもいるわけですけれども、ジョージは前のパート1で脱退しちゃってるんですよね。で説得され説得されて戻ってきた時には割と笑顔があって、ああよかったなって僕もこれ見てて思いました。すごいふてくされて戻ってくるのかなと思ったんです。そうでもなくて、まあ笑顔があって、まあジョージ自身もね、やっぱりこのまま脱退する気持ちはなかったんじゃないのかなと思うんですけどね、一時やっぱりふてくされたという感じなんじゃないかと思うんですが、まあどちらにしても戻ってきたことは良かったと思います。まあ、ですが、やっぱりジョージを見てるとですね、まあ、例えばね、ジョージって今頃っていうのは、このビートルズの頃っていうのは、やっぱりビートルズのもう永遠にジョージ末っ子、本当にこのバンドの中で一番若い末っ子という立場を変えることができなかったというふうに僕は見てしまったりするんですよね。まあ間違ってるかもしれませんけど、ジョージのその話し方とか顔の表情とか、本当にこう、他のメンバーにね、
やっぱり年齢的なギャップみたいなものを感じてる雰囲気を見ちゃうんですよ。というのは、ジョージがビートルズ解散後、例えばオールシングスマストパスをやってみたり、バングラディッシュコンサートをやったりすると、もう超一流ミュージシャンの中でジョージがトップにいるわけですよね、もうね、ほとんど。でそうするとものすごい貫禄を感じるんですよ、あっちを見てると。ですが、まあ、トラベリングウィルベリーズでもそうですけどね、貫禄はあるんですよ、ジョージがもう話し方にしても何にしてもね。でもこのビートルズの中ではまだね、まあ、いくら年齢が若いと言っても、でも圧倒的にこう子供っぽい感じで、なんていうかな、雰囲気を出しちゃってるというか、まあ、そういう風にならざるを得ないのかどうか知りませんけれども、うん、まあ、それがね、ジョージ・ハリスンとしてもいつまでもいつまでもこうみんなのね指図に従わざるを得なかったような、こうイメージになっちゃったのかなというふうにもね思ったりします。決して彼はねやっぱり才能がないわけではないので、やっぱりこの世界は早めにね脱出したかったっていうのはなんとかなく納得はしますよね。まあ、リンゴスターはね、ずっと本当に重要なドラマーですよね。本当にね、やっぱり常にいいリズムを叩いて、そのバンドっていうのを引き締めていたのは間違いなくて、でその上みんながね満足するプレーをしてくれてるので、でましてやね、その変に自己主張もしませんしね、本当にリンゴスターはいいドラマーだったなっていうふうに思いますね。まあ、こういうなんかね人間関係がとてもよく見えてきて、やっぱりこの頃のビートルズってポールは苦労してたと思います、やっぱり。うん、というのはこういうジョン・レノンね、それからジョージ・ハリスにしてもそうですけれども、やっぱり完璧に自分の作品を作ってるっていう気持ちになってないと思うんですよね。そうするとポールがどれだけ頑張ってもまとまっていかないと。ポールみたいな人が2人3人いればね、おそらく曲は速攻でまとまっていくと思うんですけれども、まとまらないと。ね、ジョージ・ハリスもそうですよね。練習の時に、こういつもね、こう場当たり的にリードギター弾いてるのが聞こえるんですよ、僕としては。で普通リードギターっていうのは1回か2回曲を聴いたらば曲の曲調を理解して、その曲調に合わせてもうリードパートっていうのをもう多少アドリブでも弾けるようになってくるんですよね、普通はね。でもジョージ・ハリスンってこのレッド・イット・ビー・セッション、ゲットバック・セッションの中ではもう常にこう曲をあんまり覚えてないような雰囲気でなんか手探りでねギターを弾いてるような感覚を僕は受けるんですよ。まあそれが彼のやり方なのかもしれないし、それは分かりませんよ。ただまあおそらくポールからするとこういうやり方がそのあまり好きじゃなくて、そのパート1の方でもちょっと僕言いましたけれども、ポールも言ってましたけれども、ジョージにもちゃんとコードを覚えてさ、曲を理解してその上で弾いてくれよみたいなね感じをどうしても言いたくなっちゃったんでしょうね。つくづく思いますよ。やっぱりこれやってるとポールとしてはずっとまとまんねえじゃねえか、もうラフなね遊びの曲をやってるだけじゃねえかというふうにポールは感じるでしょうね、きっとね。もう完璧者主義者ですからね。まあでもですね、逆に言えばジョンとかジョージにしてみれば、まあ、自分の作った曲はほとんどまあね、そういった練習の土台に上げてもらえないと、特にジョージはそうですよね。ということなので、まあ、ふてくされ感っていうのも当然出てたかもしれないですね。だって自分が作曲者であればやっぱりどんどん自分の曲もやりたくなるのが普通ですよね。でもいつも人の曲のバックバンドやってればちょっとねやっぱりふてくされても来るかなとは思いますよね。ただ僕自身はじゃあポールが悪いとは言い切れないと思いますね。ジョージだけが悪いとも言い切れないと思いますね。まあ、そういう悪循環に入っちゃってたっていうことなんだと思いますよね。まあなのでポールも苦しかっただろうし、でもジョージやジョンもね苦しかっただろうし、まあでもジョンの場合はもう本当に小野陽子と、まあ、年がら年中一緒にいるので、まあ映画の中でもね、まあポールとか言ってましたけれども、まあこのままではね小野陽子が解散原因になって50年後語られちゃうんだろうけど、それもちょっとなとか言ってましたけどね。まあ、とにかく、まあ、全員がなんか気乗りがしていないと、ポールだけが頑張ってるという構図だけは見えちゃいますよね。はい、というのが、まあ、本当にこう大枠で見ていて感じたことです。やっぱりビートルズは偉大なグループで名曲ばっかり作りましたけれども、だけどやっぱりこの頃には、苦しみを相当ね抱えていたっていうのはよく分かりましたね、僕としてはね。細かいかというとですね、たくさんまたありますけれども、いくつかだけ
申し上げますとね、中でゲットバックがだんだんまとまってきてね、ジョージ・ハリスンも、これはまとまってきたからシングルで出した方がいいんじゃないかなんか言ってるんですよね。やっぱりみんなまとまってくると嬉しいんでしょうね。ただゲットバックがまとまってきた要因って、まあ、これはね、おそらくビリー・プレストンが来たからっていうのも大きいですよね。やっぱり明らかにビリー・プレストンの参加によって曲がもう個性がもう固定したんですよね、これね、きっとね、あのピアノのね音によってね、それまでなかなかまとまってなかったんですけれども、ということもあってとてもいいまとまり方をしていると思います、ゲットバックですけどね。でそのビリー・プレストンに関してジョン・レノンもとても気に入ってたみたいで、ビリーには5人目のビートルズとしてもう参加してもらおうなんてね言ってるんですよね。驚きですよね。でジョージ・ハリスンももう大賛成で、まあ自分が連れてきたわけですからね、それは嬉しいでしょうね。ということで、まあ、ビリー・プレストンは本当にビートルズにとってこの時最高のメンバーであったというふうに思いますよね。まあもちろんポールもリンゴも賛成してましたからね、という感じはやっぱり受けますね。でその他にささっと言うとですね、マーサ・マイ・ディアを弾いてたりするんですね、ポールがソロでね、ピアノを。それからバックシート・オブ・マイ・カーを弾いてたりするんですよ。オー・ダーリンも弾いてるんですよね。この辺りはちょっと感動しますね、本当に。嬉しかったですよ、本当に。マーサ・マイ・ディアをポールのソロで聴いたの初めてですね。本当に嬉しかった。それから、彼らがその、ハンブルグ時代の曲なんかをやってるんですけれども、もう、すぐにできちゃうんですね、さささって。どれほどハンブルグ時代に、もう、曲がね、染み込むぐらい演奏したかっていうのはよくわかりますね。本当にやっぱりもう1日10時間12時間やってたって言いますから、もうその頃の曲っていうのはもうね永遠に忘れないわけですよね、きっとね。みんなすぐできちゃうんですね。それからですね、まあ For You Blue をジョージ・ハリスがやってるんですけれども、これはね、いい映像でした。ああこうやって音作ってたんだなとか思って、ね、これ Apple Studio で録音したっていうことですね。でピアノの音のね作り方でなんか新聞紙を挟んで見てるとかね、でジョン・レノンがなんかこうスライドギターやって気分よさげにしてるとか、まあ確かにいいスライドギターやってますからね、ジョン・レノンこれ嬉しかったんでしょうね、自分でもね、この演奏ができてね。だからこの For You Blue はみんな気持ちよく演奏してたみたいですね。とてもいい感じだったですね、これね。まああとはね、やっぱりずっとコンサートショーをやるっていう意気込みでやってきてても全然まとまんないと。で最後の最後にいよいよ屋上でやるしかないかなっていうことになって、このパート2は終わるわけですよね。パート3がいよいよ、まあ、待ち遠しくなる、早く見たいという気持ちにはなりました。いよいよ屋上シーンが始まるんだなという感じですね。まあビートルズがですね、本当はね、すぐにまとめて曲をたくさん作ってですね、もうさっさとショーをやりたいっていう意気込みで始まったんですけれども、そうならないで結果的にずるずるとまとまんないまま来たと。で最後の方でジョン・レノンとポールが話してるんですけれども、まあ、結果スタジオでこうやってさ曲を作って録音するのが僕たちのスタイルなんだよみたいに言ってるんですよね、ジョン・レノンがね。つまりライブでみんなでいっぺんに一気にやるっていうんじゃなくて、スタジオでやった方がまとまるじゃんって。まあそりゃそうですよね。だってスタジオで演奏するっていうのは失敗してもどんどん繰り返していいものをどんどん取っていけばいいので、まとまるって言えばすぐまとまるんですよね。結果的にはね。ただ、ライブでやるっていうことになるとみんなが同じように同じバランスの中で一気に覚えなきゃなんないので、そう簡単にまとまんなくなっちゃうんですよ。スタジオばっかりやってるとね。まあでもポールはそれがやりたかったんですよね。そういうバンドにしたかったんですよね。というのが最後の方の会話でよく分かって、そこの部分ももうジョンとポールは歩み寄れないんだなというふうに僕は感じました。ということでパート3の方にも期待してみたいと思います。失礼します。